こじ開けて出入りが自由になれるように。あ、ピストル。いや、やっぱり無事にも開けたいということで、ちょっと鍵が紛失しちゃって、だからちょっとこじ開けて出入りが自由になれるようにはしたいと思うんです。あ、ほら、ほら、これが落とし物みたい。大きっちょく。これが、あ、これだ。本体。これが上がるんじゃない。もう取っちゃうか。これちょっと大きくも、開けちゃいます。無人の方は、もうこれは、最終的に使えないなら使えないように言ったんだけど、できるだけ私としてはこれは当然使いたいんで、当たったんじゃないの？ほら。開けましたね。いや、これ中はちょっとご主人に確認しないと入れる。今日ちょっとご主人、明日ぐらいでも、ちょっとね、中を見させてもらえたものがいいかな。あ、すごい。まだ私がね、高校ぐらいの時だったんで、いや、もう45年前、うちの親父が、最初10年生まれなんですけど、子供の頃はよくこの中で遊んだとかね、いたずらして中にやっぱ閉じ込められたってことは言ってましたけど、そのままずっと開けないで閉めっぱなしの状態で、私が高3の時これちょっと開けて、でまたすぐ閉めちゃって、その後もう全然開けてないんです。全然覚えてないですね。中に何が入ってるかって本当に怖いような、まあ、楽しみのような、そんな感じです。すぐ開けます。はい、いいですか。開いたんですかね。これ何ですか、これは。これ、何したんですか。これは、うん、玉ですね。
お湯を沸かしたり、あれですね、お茶碗とか、これ。ありましょう。うん、日記かどうか。これ日記な、何か分かりません。本が古そうな本がいっぱい。何があるのかな。昭和昔の教科書。そうです、なこれだって高等小学校、違うね。何でしょう、うわ高等小学校。油ですよ。かじらいて。え、動物？いや、かじらいてるか。動物に？うん、多分。あ、動物いたのかな。いや、食べる、いや、なんかちょっと食料っぽいのが、あ、石鹸とか。あ、いいの。そうですね、これかじらいて、あ、かじらいてる。動物？うん。これそうですよね。どこにいるんだろう。ね、まあネズミっぽいのかわかんないですよね。このぐらいの。いや、ここ穴開いても、ほら。ネズミ系じゃないかな。これ、これ、ああ、いっぱいだ。これはなんか、これは新しい、なんか。タオルとか、そういう。こっちの街だ。何が入ってるの？軍服。軍服です。軍服これ。ほら。新しいブレーシート。軍服これ。そうか、軍服か。だからモンペとか、あの、すごい、超バロ。軍服これ。着物。ああ、どこでもうざらっとってますね。昭和天皇。昭和天皇。なんだ。なんだろう。これ。これって何ですか、これ。こういう。お金だ。お金だね。え？お金。お金だな。うわぁ。銭形レジ。同品だね。うん。お財布。なんでしょう。民間入れとくとさっきの。こんなの。民間。お財布？あと民間入れるよね。民間。ここは道具系。これあれは薬。よく時代劇で薬の薬、あのいろんなものを煎じ細かくする出てきますね。これも交換系。あ、ピストル。ピストルこれ。
本物ですかこれ。本物のやつですかこれ。本物だろうな。だけど。そのどっかに飾っときゃいいね。そう、そうそうそう。それ磨いてね。あれを磨いて。それ結構もよく映画なんかに出てくる短筒ついてるやつ。だって昭和とかなんかあれじゃないじゃん。それなんだろう。鉄かぶと。親父が先に行った時のかな。よい。親父がね、シベリア。第二次世界大戦で北方の方行って、その後捕まってシベリアに10年ぐらい行った。ものかもかですね。ちょ、これ結構昔のポスターじゃないの？タバコの。ねえ。タバコの。味よし。と、ケンピ。あ、ピンヘッド。ピンヘッドか。時代に出てる。も、もか、小枯らしの文次郎。結構。きれいな。社会屋さん作った。え？建物を作った人の、あれです。名前が入ってる。この時代の、棟梁、石工から社会屋さんの名前が。デザイン的にしっかりした細かい穴開いてるの？穴開いてるの？これなんだ、これはこれ高価なもんだよ、これは。いや、そんな一応取って、ね。これを巻き戻す。竹軸だと思う。
れが何年な判定団に。うわこれ。これはねあれだね。判定団。これ撮ってるじゃない。これ明治36年。YouTube から全部名前変えたいんだよ、昔の。ドラズの神。福神行きの神奈川これいらないよね。ねえ、50年ぶりなんです。そうそう、着物がね、いろいろとやっぱし、でもしっかり丁寧にしまってあるから、浮かずに我々は、またちょっと見直して整理していかないと結構まだあるんで。そうだよこれ、なんか綺麗にして、フラバーかなんかにしたいな。まあ、古民家バーみたいに。古民家バーみたいに。でこちらの宮の方がある程度整備できれば一回もう出しちゃって、タンスとか霧のタンスとか結構いろいろとあるんで、そういうのは拭いてまたディスプレイ的に使えるんだろう。そうですね、ありがとうございました。